下で1夜を過ごしました。北陸鉄道っていうのはこの五稜郭駅から出ているっていうことも、でも意外と過ごしやすいかもしれないね。毎年1月の半ばやってます。なんで秋が結構した雪が靴の中に入った雪がだからちょっとぶさいかもね。ちょっとなんかもうねここね傾斜になってていいね。東京まで高速バスが4000円か2000円から4000円ぐらいまで抑えられるんで。